にちは、りなです。今回は2024年グレールサンダル徹底比較。まずはめちゃくちゃ遅くなってしまってごめんなさい。で、実際に長時間のお出かけの時に履いていって検証してみたので、履き心地とかもねしっかりレビューしていこうと思います。で、なんか他にもサンダルあったんやけど、今の現時点、撮影時点で在庫があるものの6点を正直レビューしていこうと思うので、ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。そしたらやっていくんですけど、靴って個人差があったり歩き方によって違ってきたりとかもするので、あくまでりな個人の意見として参考にしてもらえたら嬉しいです。足の幅をな、一応測っておこう。去年と変わらず9センチです。よし、そしたらまず一つ目をご紹介します。じゃん。こちらがダブルベルト厚底スポーツサンダルのブラック 22.5センチ、 お値段が2699円です。で、サイズなんやけど、リナ普段の靴のサイズが 22.5 センチを選んでて、で、グレールでもいつも買うとき 22.5 を買ってんねんけど、今回もね全部 22.5 センチにしました。割と普段自分が履いてるサイズでグレールはぴったりかなって思います。まずこの前部分に2つストラップがついてんねんけど、これが太めやから結構スポーティーな印象になるサンダルです。で、クッション性はな、割と結構あるって感じ。プニプニしてる。で、一番は高さなんやけど、これ鬼高くて11センチないよな。え、10センチ超えってなったらさ、結構高くて抵抗ある人も多いと思うねんけど、でもここの、なんて言うんやっけな、ストームの部分が4センチやから、まあ実質ヒールは7センチぐらいっていう感覚にはなる。150センチのリナが履いたら160センチになるわけよ。そう、だからもう世界が変わります、これはマジで。いやな、厚底がめちゃくちゃ大好きでいろいろ履いてきたんやけど、その中でもこれは上位に入るぐらい高いし、ボリューム感がすごい。これはな、靴ずれとかもないし、めちゃくちゃ歩きやすい。4時間ぐらいお出かけで結構歩き回ってたんやけど、それでもな、靴ずれは全くなかった。でも普通に厚底、この厚底具合が結構ボリューミーやから、それが重たく感じて、足全体が4時間後にはちょっと疲れてたよみたいな感じやったのと、あとクッション性があるっちゃあるねんけど、もうちょっとあってもいいのかなって思った。でもこのサイズをマジでぴったり固定できるっていうのもこれよくって、だから安定感がマジで抜群。全身がこんな感じです。めっちゃ高くない？今みたいなコーデとか普段使いもすごいしやすいし、こんな感じでワンピースとかと合わせて海に行ったりとかバーベキュー行ったりとか、そういうこれからの季節に多いアウトドア系の行事とかにも履いていける感じのサンダルになっております。はい、ってことで次、はい、こちらです。これは厚底スポーツサンダルのブラック 22.5センチ、 2499円です。これもさっきと同じ感じでちょっとスポーティー感があるサンダルではあるんだけど、よく見るとこの隙間がちょくちょく空いてるから、こっからチラッとね肌が見えるので、抜け感があってめちゃくちゃ可愛いです。あとこれソールの部分が白になってるっていうのも個人的に好きなポイント。で、これ高さが8センチでストームが4センチやから、さっきの1つ目のやつに比べたら高さもねそんなに高くないし、この前後の差っていうのも4センチぐらいやから、ほぼほぼまっすぐみたいな感じです。なのでこれは結構厚めの厚底サンダル履いてみたいけど、でもちょっと慣れるか不安やなっていう人はこれからチャレンジしてみるのがいいかなって思います。で、クッション性はねあんまりないです。ただ歩きやすくもあるし、履いてしまえばなんかめっちゃ軽く感じるねんな。で、結構この足全体がしっかりピタッと固定されてる感じがするので安定感も抜群。でもこれもな、ずっと長時間歩いてたらこの足の甲のこの辺りがなんか擦れて痛くなってきちゃいました。うん、ただここはこんな感じで
紐になってるからグーって絞ったらもうちょっときつくができる。でここで調整してしっかり締めてあげたらその足の甲のすれはだいぶマシになった。なんかこれさナイキにめっちゃ似たやつ売ってなかった？はい、全身がこんな感じです。これなさっきも言った通りソールが白になってるからこれがあることによって重すぎない感じになるねんな。全部真っ黒やとちょっと下重心になるっていうか足元重たくなっちゃいがち、厚底やからその分余計に感じちゃうねんけど、例えばこういう真っ黒のワンピースとかと合わせても白が入ってるだけで少し軽くなるし、黒のワントーンコーデとかする時でもこれね合わせてあげるとちょうどいいバランスが取れる。これはかなり使えるんじゃないかなって思う。はい、ってことで次、じゃじゃーん、こちらです。これはレザー厚底トングサンダルのブラック 22.5cm 1299円です。安い、1000円台で買えるのは激アツ。めっちゃ可愛くない？このなぷっくりしたフォルムが最高、一目惚れしました。高さは6センチやねんけどもう見てわかる通りねほぼ平らです。しかも結構クッション性があるので割とね履きやすくはある。この斜めでずっと歩き続けるのが一番しんどかったりするやん。そういう不快さが全くないっていうのはマジで最高。このサンダルはもうデザインは言うまでもなく大好きで超可愛いねんけど、ただ一つだけこの親指のこの間ここが痛すぎる。ちょっと歩いただけで、あ、これはマジで長時間歩けへんやつやなって察するぐらいちょっと初期段階から痛さが来るかも。だからそんなに長時間歩きまくる日とかにはおすすめできない。はい、ちょっと着替えてみました。全身はこんな感じです。でこのサンダルはな厚底、しっかり厚底なんやけどでも主張が激しくないデザインだからどんなボトムスでも合わせられてボトムスの邪魔もせえへんっていうのがすごい好きなポイントで、特にデニム合わせがめちゃくちゃお気に入りです。可愛くない？はい、ってことで次、じゃじゃーん、ちょっと白飛びしそうなので下げます。レザー厚底スポーツサンダルのオフホワイト 22.5cm 2399円です。最初の方に紹介したサンダルたちは割とスポーティーって感じの要素が詰まってたやつやってんけど、これに関してはスポーティーすぎずに女性らしさをしっかり出してくれるサンダルになっております。でここ前部分はちょっと太めの感じで、でかかと部分はベルトになってるんやけど、このベルトがね5段階で調整が可能です。で最初に紹介したこの厚底たちに比べると割と軽くはあるから、そうやね、厚底にしては結構軽めかも。でただ一つちょっとわがままを言うのであれば、このクッション性ないけど一応なこんな感じでクッションがついてはいるねん、ついてはいるねんけどこの辺で終わってて、このつま先とかは結構硬いねんな、クッションがないから。たださっき紹介したこれとかはさもう全部がプニプニしてるから履きやすかってんけど、そこがなーっていう感じ。もうちょっと全体的にクッション性があれば結構良かったなって思う。このつま先の方は割としっかり固定されてて安定感はあるねんけど、この問題がかかとで、このかかとの部分が歩いてたら擦れてきて痛くなっちゃった。だから長時間歩くのにはあんまり向いてない。はい、全身がこんな感じです。でさ、ここでちょこっとくすぐアイテム紹介してもいいですか？もうほんまにこれからサンダルを履く時期にめちゃくちゃみんなに使ってほしいやつがあんねんけどな、去年のサンダル紹介の後に確か出会ったやつやねんけどな、じゃん、こちら。こちらはですね、靴ずれ防止テープっていうやつで、そもそもこういうアイテムがあること自体知らんかってんけど、なんかな、靴ずれ防止で言ったら結構貼るタイプのパッドみたいなクッション性があるやつみたいなのとかも結構売ってたりするねんけど、それってさサンダルやと使えへんやん。スニーカーとかやったら全然使えると思うねんけど、パンブスとかやったら、そういう時にすごいこれがおすすめで、こんな感じのちょっと半透明みたいなテープになってて、での手で
ピリッと簡単にちぎれちゃいます。でこれを靴ずれしそうなところに貼り付けておく。自分の足に貼るタイプね。こんな薄いテープでって思うねんけど、これを 2,30 ぐらい重ねて貼っておくと全然違うくて、これいやマジでな、感動したからみんなにも使ってほしいねん。例えば小指の部分が靴ずれしやすいとかやったら、小指をなぐるぐる 2,30 に巻いてしまいます。それだけで簡単やし、まあ、最悪見えても結構透明やから分かりにくいっていうのも嬉しいし、持ち運びできるし手でちぎれるしっていうのでマジで重宝してます。これは Amazon で買ったかな、アニナは。うん、はい、っていう感じの超最強おすすめアイテム紹介でした。で次がじゃん、こちらです。これはな、去年ゲットしたやつやねんけど、スクエアトゥーステッチナローストラップサンダルのオフホワイト 22.5cm 2199円です。これはもうずっと昔から割とグレールに置いてるイメージがあるから、今でもずっと置いてるってことは多分な人気商品だと思う。で今回紹介したやつがほぼほぼ厚底のサンダルやってんけど、これはな大人っぽい感じのサンダルになってます。で高さが8センチやねんけど、これは厚底じゃないからこの8センチの高さをもろに感じるので、結構履いた瞬間はあ高いって思っちゃう。でもヒールが太めやから結構安定感はあります。はい、これは8センチのヒールでちょっと高めではあるんですけど、でもなフィット感はあって全然脱げる心配はないです。じゃん、全身はこんな感じです。このサンダルは切れ目コーデが好きな人とか、あとは上品なワンピースを着るときとかにも使える。はい、ってことで次、ほい、こちらです。厚底レザーミュールサンダルのブラック 22.5cm、1799円です。これはな、ここもクッション性がプニプニ全体にあって、しかもこの太めのところ、ここが一番な柔らかい、もうスポンジみたいなふわふわ具合やから履き心地が良すぎる、気持ちいい。でこれは高さが 5.5 センチでストームが 3.5 センチなので、もうほぼほぼ平行です。これな、去年からずっと愛用して履いてるんやけど、あのルルの、ちょっとカメラの向こうでめっちゃ目が合ってるとか、行く時によく履いてて、なんかそれでサクッとお出かけしたい時にそのサッとスッと履けるっていうのも楽ちんやし、でも普段使いもねすごいしやすくて。このサンダルは紐とかベルトとかはないんやけど、謎にめちゃくちゃフィット感がある。もうなんか包まれてるぐらいの心地よさで、スリッパみたいな形やからこうスルスル脱げ落ちるかなって心配あってんけど、なんかそういうのも全然なくて。はい、これはこんな感じで、パラシュートパンツにタンクトップみたいな、もうザシンプルでカジュアルなコーデともねめちゃくちゃ合います。マジで歩きやすい、もう超快適。はい、ということで以上がグレルの人気サンダル6点を比較レビューしてみました。個人的に大好きなのはこれ、一つ目のモデルになった気分になる言い過ぎかな、デザインとかスタイルアップでいくとめちゃくちゃ好きで、歩きやすさでいくとこれ大好き、超楽ちんでいつでもどこでも持ってきたくなるようなサンダルです。ということで、この動画が良かったら高評価とコメントとチャンネル登録お願いします。あとインスタ、最近黒髪になってたくさん写真を載せているので、よかったらフォローしてくださいということで、バイバーイ。